はい、おはようございます。中華堂の田中でございます。棟方志功の買取について少しご案内します。ですね、棟方の、代表作ってなんだかわかりますか？代表作はですね、何と言ってもこれです。よいしょ。ジュンジュンジュン。釈迦十代弟子。よいしょ。これですね。釈迦十代弟子っていうのが10個あるんですよね。よいしょ。こんな感じ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。まあ、こうやってあってですね、10人。で、この、実はですね、バージョンが2つありましてですね、釈迦十代弟子って一旦、藩が燃えたのかな、空襲かなんかでね。それで、もう一回後で十代弟子掘り直すってまた違うバージョンもあるんですけど、まあ、そんなに評価は極端には変わらないですけどね。まあ、若干古いやつの方がいいかなっていう感じですかね。まあ、これね、まとまってる例少ないんで、まとまってると結構、いい評価になります。単体でもね、大体、まあ、2、300万っていうとこでしょうか、このシリーズはね。でもまあ状態とか、それからそもそも心眼の問題もあるんで、あんまり詳しくここで言ってもしょうがないんで言いませんけど、まあ結構貴重なもんですね。まあ、この複製もよくありますけど、写真見れば大体複製かどうかすぐ分かります。これ大きなもんですからね。もしお家に、まあ、これ貴重に大事にしたいと思うんですけどね、もしありましたらご連絡ください。はい、私この会社はこちらまでです。はい、以上です。